こんにちは、平井博明です。今回はですね、リクエストをいただいた70代を出すためにどういう練習をしたらいいかという動画を撮っていきたいと思います。平井博明の。バンダップゴルフ。自分の思う感じっていうか、70代を出そうとしているということは80前半平均ぐらいのスコアだと思うんですけど、そういう方のナイスショットと例えばプロのナイスショット。 同じ練習場で打ったボールだけ見るとほとんんど変わんないんですよすごくいい球を打たないと80台も平均的に出せないのでショット自体はそんんなな変わんないと思うんですよねただミスする度合い確率がもちろんプロの方が低いのでコースのスコアを取っていくともちろんプロの方がスコアは良くなるのは当然なんですけども。 そのためにどういう練習をしていくかっていうのをお話しさせていただきます80代前半からちょこちょこ70代は出るけども平均的に70代を出したいっていう方を見てて思うのはちょっと丁寧さに欠けてるかなっていう部分はすごく感じますそれはコースでのショットもそうですしグリーン上のライン読みもそうあとは状況判断ですよね そうういのでもショットにしてもアドレスの向きだったりあとは打っていい場所悪い場所あると思うんですけどもそういうジャッジですよねそれは経験からもあると思うんですけどもまずそれが一つあとはアイアンセカンドショットの時にもグリーン上の。 どこに置いておいたらそのセカンドショット自体もプレッシャーなく打てて次のパッティングもカップに寄せやすい入れやすいかっていうのもあると思うんでその辺のこれも同じく経験だと思うんですよそういうジャッジでパッティングのライン読みなんですけどライン読みがもう少しこうじっくりあと1分でもいいんで多く時間をかけてより詳しい情報を得た方が いいいなっって,ててて見思う方とか結構いらっしゃるんでそういった細かい部分になってくると思うんですよ70台を出すためには。スコア的に言うと3ホールに1個ボギーパーパーボギーパーパーボギーを繰り返していくと78では回れますのでその3ホール区切りでどういうスコアで回っていくかっていうのを考えていってもいいかなと思います。で例えば 最初の3ホールパーパーパーだとしたら次パーボ,ーボギーボギーでも同じなのでそういうそのスコア的な余裕気持ちの余裕も出てくると思うんですよねなのでそういうものの考え方を変えていくだけでも結構変わりますあとは T ショットのクラブジャッジですよね 例えば400ヤードのミドルホールだったら単純に250ヤード150ヤード打つ方もいれば200ヤード200ヤード打つ方もいると思うんですコースの広さにもよるんですけどもいろんんな攻め方が出てくると思うんですよ、ね、でまあ780代で回られる方だったらそれなりのショットを打てると思うので。 いろんな選択肢っていうのが増えてくると思いますなんでその適正なジャッジというのは打ってみなきゃわからない部分でもあるので意外と最初からこうだって決めない方がいいんですけどある程度自信のあるクラブを選択して打っていただくこともすごく大事になってくるしコースで絶対飛ばしてはいけない方向をより自分に言い聞かせることも大事だと思うんですよだから絶対やっちゃいけないことをやらないようにするのもすごい大事なので そういったジャッジってコース行った時には本当に大きくまとめるとコースマネジメントですよねコースマネジメントが変わるだけで80代で回ってる方だったらすごく伸びしろがあると思うんですよなのでレッスンプロとかプロゴルファーにマネジメント聞けるチャンスがあったら聞いていただきたいですし同伴して一緒に回る機会があったら攻め方を見て学ぶっていうのもすごい大事になってくると思います 練習の質なんかもそうなんですけど得意なものをどん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 練習した方がいいと思いますね苦手なものを克服するというよりは得意なものを伸ばす時間に費やした方が練習なんかはいいと思いますねこれはスコア関係ないんですけど100ぐらいで回れる方の時にも言ったんですがやっぱりスペックですよねクラブのスペックを今一度見直すことと。 あとは自分がどういう球でどういう攻め方をしたいかっていうものが明確な方がいいので,でその明確になった球筋に対して本当に今ののスペックが合ってるるかかどうかの確認をすすことも大切です例えば高い球打ちたいのに9.58.5度のロフトを使ってたりすると上げに行かないと上がらないスペックだったりもするのでその辺の見直しなんかも必要かなと思います。 ほんとちょっとこれごめんなさい言い方は悪いんですけど意外と70代が出そうで出ない方を見てるとコースではちょっと雑が見られるかなっていう方が結構いた印象があるんで結構丁寧にややっった方がやっぱりいいですよねそれはもうドライバーからパターンまで全部ワンショットに対してのことなのでちょっと時間をかけるというかゆっくり丁寧に自分の考えが決まってからショットを打つことってすごく大事です。 あとは意外とスイングなんかもコースで気にされてる方もいらっしゃると思うんですけどコース行った時にはななるべくそれをやらない方がいいですよねコース行ったら球質とスコアに執着した方がいいのであまりゴルフのこうスイングコースではこういう動きをしたからどうのっていうよりは本当に攻めたい球質を打つことに専念すれば自然と そういう動きになってくると思いますしなりやすくなるので考えを決めてから打つってことはすごく大切ですよねもちろん練習量とかにもよると思うんですけどもそれよりも80代まで来たってことは多分そんなにやってることも間違ってないと思いますし ちゃんとした練習されてる方がやっぱり80代とかで回れると思うのでそのまま練習を続けていただいてコースでの攻め方だったりあとは気持ちの持ちようあとは考え方を変えるだけでもスコアって変動しますのでその辺もトライしていただきたいポイントになりますねあとは本当に自分のレベルよりも上手い人と回ることが大切なのでいくらでも盗むものはあると思います。 なんで技だったりスイングだったり考え方っていうのをその上手な方から学んでですね真似してみることはすごく大切なことなのでその辺はやっていただきたいですよね。あとはプロのショットテレビの映像なんかでもそうですけど攻め方とか真似して。 あ,あそこでああいうショット打つんだとかって必ずポイントとしてあると思うんでその辺を自分のゴルフに組み合わせてですね打っていただいた方がいいと思いますね100切りをする方なんかよりももちろん動画の内容っていうのは少なくなってやることが限られるんで少なくなってくると思うんですやっぱ個々にお悩みが違ったりとかあとは悩んでることの度合いというかまあ違うんですよね人それぞれもちろん違うので 例えばマネジメントに悩んでるとかスイングに悩んでるとかいろいろあると思うんですよなので公式 LINE の方にコメントをいただけたらお返しいたしますのでより詳しいお悩みを言っていただいた方が返しやすいので何かコメントをいただけたらと思います今回70代をコンスタントに出すための練習方法だったり攻め方とかいろいろコースでの打ち方ですねをちょっと撮っていきました最後までご視聴ありがとうございます